電話出ない。あ、もしもし。もしもし。はい。俺にプレゼント買ってくれたの？うん。で、パルに抱きついたんでしょ？いや、それは抱きついてみて。え？じゃあパルにあげたらいいじゃん。いや、受験一度抱きついてみたかっただけなんだってば。うん。だ、抱きついたらいいじゃん。抱きついたじゃん。うん。それでいいじゃん。え？もういや、それはだってさ、もう俺はいいじゃん。そうでしょ、そりゃ。俺も変に絡んでまたね、好きになっても同じこと繰り返しちゃうから怖いんだよ。今弱ってるから、弱ってる時に優しくされるとコロッといっちゃうから。だからもう、あの、家の掃除ももう大丈夫。もうしばらく一人で乗り越えるまで会いたくない。だけど友達って言ったじゃん。え、何？誠治が明日ご飯作ってもらうって？そうなの？もう掃除行かないよ。いやいや、どこに掃除？ん？あ、俺の家にね。俺とももう会わないから、そのゲスのやつたかしにあげな。テストさんに。うん。で、たかしの家行くんでしょ？いやいや、テストさんにもせいじさんにも渡してるよ。うん。じゃ。でも、もう掃除とかも来てほしくないなら。みんなにプレゼント買ったってこと？サイズも違うし。みんなにプレゼント買ったってこと？みんなで。みんなに買ったの？俺だけじゃなくて？いや、でもゼロワンのは特別にと思って。特別じゃないよ。じゃあ値段どれぐらい違うの？どういうところが特別なの？俺だけ値段が違う。値段いくらなの？俺は予算は、いくらしたっけ。俺はいくらなの？2万もしたの？俺だけ。うん。あとはテストさんとかの。うん。5000円とか。5000円とかで。うん。俺だけ2万円なの？そうだよ。それ気持ちが違うってこと？うん。テストさんとかのはもうお礼にね、お世話になったからと思って。今どこにいるの？大阪。横に誠治いるだろう。いないいるだろ、誠治が。いないよ、映してもいいよ。誠治は別れた。誠治は別れたすぐちょっかい出すようなやつだから、いるだろ。いないよ。いるの分かってるから。でも動画にしてもいいよ。いや、もういいよ。もうふさも信用できない。もう人間不信だから。は？いや、別に動画にしてもいい。もういいよ、信用できないよ。手つないでたの？つないでないよ。もういいよ。は？ Z 界ね、ふさは。わかった。じゃあね。そういうこと言った。そういうこと言う。そうだよ。そういうこと言う。いや、そういうこと言うよ。手握ったんでしょ。俺リスナー信じるよ。握ってないよ。リスナー信じるよ。じゃあリスナー信じるね。じゃあね。もうやめてよ。じゃあね、もう会わない。じゃあね。ねえ、引退前にやめてよ。じゃあね、もうさよなら。さよなら。え、じゃあその握ったとかっていうソースないじゃん。ソースはあるよ。何がソース？リスナーがソースだよ。
リスナー信じ、リスナー以外信じれない。誰信じるの？誰信じればいいの？みんな、リスナーさん見てるよね。じゃあ、じゃあね。マジでふざけんなよ、本当に。おめえがふざけんなよ。誰が好き、あれが好きとか、そういう人無理だから。いや、私は信じれんのね。何？信じてくれないわけ、私のこと。信じないよ、リスナー、ね、リスナー信じてやっていかないと。どうやって生きていくの？お前信じて生きていけるの？飯食えるの？あっちもこっちも好きって言ってんの自分じゃん、ね、お前だよ、ハゲ。俺は誰にでも好きは言わないよ。誰に好きって言ったの？みんなに。みんなって誰？いろんな人に言ってる。誰？俺は前と付き合ってたら前にしか好きって言ってなかったよ。もういい？じゃあ楽しんでね。マジで何なの本当に。まあマジで何なのって、そういう性格だから。嫌になったら嫌になるんだよ。めんどくさいよ俺。今もう人間不信だから。ありがとうございます。じゃあね。もうじゃあこっちも嫌だよ。もう嫌でいいよ。うんうん、もういいよ。嫌でじゃあ。嫌でいいよ。うん、いいよ。そんなね、それで。あっちもこっちもね、尻尾振るような女やだわ。別に尻尾なんか振ってないじゃん。尻尾振ってるよ。振ってないよ。振ってるよ。逆にこっちが人間不信になるしね。尻尾振ってるよね、みんな。だって俺だけが好きだったら、別にね。俺だけが好きだったら別にあそこにね、行かなくてもいいじゃん。あ、ゼロワン大阪来るんだ、待ってよっていうのが普通だよ。どう？いや、でもお世話になったからお礼くらい当たり前じゃん。何がお世話になったの？だって誠二さんだってさ、ゼロワンハウスに行った時に配信スキルとか教えてくれたし。配信スキル教えてもらった。テストさんも優しくしてくれたし。配信スキル教わって何もできてないじゃん。お世話になりましたって言うので。何教わったの？お前が、お前がキュインキュイン、アラブのキュインキュイン教わったのか。やっとけよそんなの。教わったんだったらキュインキュインやれよ。お前が、お前がって。いや、だから最初でも会う予定なくって、こうちゃんの宿用意してなかった、ゼロワンの宿用意してなかったけど。あ、みちょさん、お前が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 、アラブの石油を、ビルゲイツ、ソフトバンク、孫正義、君がトップワン、キュインキュイン、V アタッカー、キュインキュイン、キュインキュインキュイン、キュインキュインキュイン。やれよ、じゃあ。教わったんだろ？やれよ。いや、それで、私が落ち込んどった時に、助けてくれたから。じゃあ、いいじゃん。仲良くしときなよ。思って、うん、それでお礼のつもりで用意しただけじゃん。うん、で、パルパルさんに会ったの、うん、分かった。引退するし、もう会ってみたかったなって思う。ハグまでしてね。最新者さんに会う機会があるんだから。クマちゃんいるのにハグまでしたんだ。分かったよ。じゃあね。うん。別に付き合ってるわけでもない。関係ないよね。うん。俺はもう、なんか一途なね、子を探すんだ。もういいよ。よし、目つんでいこう。目をつもう。どん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 。もう式もやめるか。
縁切りしてこ、どんどん。信用できねえな。いや、おかしいでしょ、イキリストなんかと絡んじゃってさ。なんでイキリストと絡むの、大阪行って。綱切ったら行くとこないじゃん。全部嫉妬、それは嫉妬だってするよ、人間だから。嫉妬だってしない、みんな。リスナー配信してる人は嫉妬もするでしょ、生きてたら。女リスナーって、俺がね、可愛い女の子と仲良くしてあれしてたら嫉妬もするでしょ。俺だってするよ、人間だから。別に嫉妬を別に出したっていいじゃん、かっこ悪いかもしれないけど。そうでしょ、だってリスナーに好きって言われたら俺にだけ好きって言ってほしいでしょ、違う？配信してたらさ、あっちも好きこっちも好きっていうリスナーよりはゼロワンが一番好きっていうリスナーさんがいいじゃん、配信してたら。そうだよ、違う？うん、そんな普通じゃない。それを隠してるのがかっこいい、男らしい。俺は言うけどね、なんで言ったっていいでしょ別に。業務マジで電話待ってる。一人になっとったにやっとわがままっつうか自分らしくできるよ。こんなん彼女いたらできないからね。何でも言えるよ、わがままで。俺、養分が一番会いたがってた金でしょ。楽しみにしてる、温泉でも行くんでしょ、俺の金で。養分だって俺との関係は金でしかないだろ、絶対そうだよ。人間不信だよ、前だって金だしな。パルパルも俺にね、甘えたら何でもしてくれるから。そうだよ、やっと気づいたと。うん、いや、そんなことないと信じてるけどね。お母さんも金だしな。くるちゃんは違ったよ、だから結婚した。お金じゃなかったよ、くるちゃんは。ドンピ行くか。もうストーカーみたいで気持ち悪いでしょ。下で出待ちしとく。どうせパパと一緒に降りてくるでしょ、送迎してあげる、ホテルに。アムチンどこにいるの、アムチン。アムチンに配信教えてもらおうかな。アムチンって一番の勝ち組じゃん。年収も多分一番多いだろうしね、アムチンって。で、自分が好きなことやって金稼いで勝ち組じゃん、恥をさらさずにね。でカリスマ性も違うじゃん、うん、枠の雰囲気もね。
ょっと教えてもらう配信。イケメンだしね。ちょっと外ブラブラする。どうする。なんで配信つけたかって、やるつもりなかったんだけど配信見たくないからつけました。配信見たくなくて。どこで寝るの？ AK サウナで寝るんかよ。で明日、今日はあんま寝てなくて、無理ないでね、しないでね。ありがとう、優しいな。女なんていないよ。誰かの胸に飛び込みたいよ。すまへん、来て。ありがとう。ありがとう。嬉しい。推しは01ですってずっと書いてるの。ほんと？眉ガリガリだね。本当のストレスは痩せるよりも太るらしいですよ。暴食とかしちゃって、もうどんどんブクブク太ってますよ僕は。ラーメンばっか食べてね。誰か一緒に寝てほしいわ。辛いわ。辛い人を見て笑ってって言えます。ありがとうございます。みっちょんさん、あんま無理させないでね。情緒不安定なんで。初見いらっしゃい。休んでください。休まらないんですよ、寝れなくて。そういう経験してる人いないかな。寝ようと思ってもいろいろ考えちゃって。耐えましたよ。でもパルパルもストレス太りだよ。施設にねずっといて。お祭りに行きましょう。どこ？お祭りしてるの？アムチンどこにいるの？いや歌舞伎町にいるけど。こいつコメント見るわ。全部見てるわ。読まれないからって見ろとか言ってくるな俺に。全部見てるから。ふざけんなよ本当。モグゴリ行く？配信できないじゃん、モグゴリ行ったって配信できないでしょ。今どこにいるの？歌舞伎町だよ。まあアムチンとは因縁のね、一応ライバルだからね、イベントの、ゼロワンさん、フォローしてもいいですか？そんなの勝手にしてくださいね。フォローなんていちいち聞かなくても、そんなお行儀よくしなくてもいいんでね。はい、しなくていいですよ。アイテム投げていいですかとかね、勝手に投げたら喜ぶんだよ。すいません、うん、それ気使わなくていいよ。コメント欄見てみなよ。気持ち悪いとかね、キモとかね、そうやって楽しめばいいんだよ。うちの枠はクソとかね、カスとかね、うん、汚いとかね、そういう枠だから、うちの枠は。
他の枠でお行儀よくしな。吉祥とかね、汚いとか。そっちの方が楽しいじゃん、見て。キラコネバカあってもね。大変やな。今から大変なんだよ。自暴自棄に。もうしけちゃんと一緒に付き合ってもう終わろうかな、配信人生。もうどうでもよくなっちゃった。もうアンチとことん増やして、もうどうしようもないとこまで行こうかな。もういいよね、十分頑張ったよね。もうしきちゃんに捧げようかな。十分頑張ったよ、十分結果も残した。本当に好きだった。戻ったところで展開ある？面白い？面白くないでしょ。配信者やっぱ面白い方向に行かなきゃダメなんだよ。一人で孤独で惨めでね、バカにされて、その分みんなの傷を埋めてあげないと。そうでしょ、俺より不幸の人もたくさんいるからね。もう戻らないし、戻れへんやろっていうか、あんなの謝ったら戻れると思うよ、多分ね。500円玉のやつあげるよ、そんなお金欲しいなら持ってけ。1万ぐらい貯まったけどね、持ってきなよ。そんなはしたがね、やるよ。家にある金目のもの全部持ってけよ、欲しいなら。はい、こんばんは。男らしい、いいよそんな。手切れ金だよ、手切れ金。3枚、いや、もっと入ってると思う。最近俺も今財布のな、使わずに持って溜め込んでるから、うん、家にね住むのはいいけど、人の私物をわちゃ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 やるのどうなのそれ。わちゃ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 さ、やらしくない？3枚見てみたりさ、人の金を勝手に財布から抜いて買い物行ったりとかね。でお金には一般の人の金銭感覚的には困ってないんだよ。でもあの子はお金がかかるでしょ。クレジットカード1ヶ月45万でしょ。お金がかかるんだよ、金遣いが荒いんだよ、うん。でね、で俺に服買ってくれて、俺のは上下で2000円だよ、うん。俺にはお金使ってくれないんだよ。俺には2000円の上下の服ね、で1500円の海パンね。でもウニ丼作ってくれた、ウニ丼をね。でもおかしいよね、一日版かなんかで半日版ってことでしょ、あれ。ナイス剥奪されてないって。多分運営さんは乳首見てから前のお気に入りだね、運営さん好みの乳首してたんだろうね。普通ナイス剥奪されるからね、されないって。よっぽどお気に入りだよ、あれ。剥奪されないよ。2回目のお金もらってるってことは剥奪されてないですよ、うん。もうナイスやってる、切り替え早いよ、切り替えが。今かわいそうってなってるうちに金稼ぐんだよ。で眉病気とかね、
パニックのことをこうやってね、過保護がいるんだよ。困ったらパニックって言ったら優しくしてもらえてね、羨ましいわ。俺もパニック。優しくしてくれる？パニック出たら。パニック、おにぎり食べたい、ポカリと。パニック出た、優しくしてよ。じゃあくるくるワンコに謝罪しに行ったよ俺、土下座したよ。うん、わかるんだ。じゃあそれはごめんね。じゃあ、うん、じゃあそういう人から見て。